テハノジュニアのリングネームで知られるルイス・メンドーサはメキシコのプロレースラー、メキシコシティ出身。父はエルテハの弟にスペル・ノバ。1999年2月 CMLL にて憲法キットなるリングネームのマスクマンでデビュー。後に素顔となりリングネームをエルテハノジュニア及びテハノジュニアへと変更。2005年10月7日にマキシモ、 サグラドとクミドクトル X、ニトロ、サングレアステカを破りメキシコナショナルトリオ王座をダッシュ。2005年から2007年まで新日本プロレスに参戦。2007年3月には、ミノルの持つ IWGP ジュニアヘビー級王座に挑戦。2008年8月26日に、エル・テリブレとクミレーマン、サグラド組を破り連邦区、タックチーム王座ダッシュ。2009年には、 ノーリミットと構想を繰り広げる。2010年2月には、エル・テリブレと組んで IWGP タグ王座に挑戦した。また、G1 タグリーグにも出場した。12月13日にはショッカーを破り、NWA 世界、ヒストリックライトヘビー級王座ダッシュ。2011年11月、トリプル a に移籍。2012年12月2日、PPV である。 グエラでタイタネスにて、エルメシアスから、トリプル A 世界ヘビー級王座をダッシュした。ありがとうございます。